はい、さやちゃん、新学期が始まりました。頑張りましょう、パーティーをしようと思います。はい、ママがね、奮発して焼肉の肉を買ってきてくれました。すごいね、これは何ですか、ミノ。これが特選カルビ。特選カルビはなたったの4枚。楽しみで、これが辛味で、これが豚のバラ。はい、でレバーとマルチョです。うわー、楽しみ。あなたたちも高いやつばっかりですよ。あなたたちもお肉食べてください。お腹がすいた。はい、それじゃあ準備が整いましたから食べましょうか。もう一回肉を取りましょうね。うーわー、僕は10個。これが極上カルビ、1枚が約300円近くするやつですね。うん、そうですね、すごいね、肉厚だよ。肉厚です ね、 かもね。はい、それじゃあ、はい、りくちゃんも当然いますよ。あ、もう食べてます。はい、皆さん手を合わせてください。はい、いただきます。いただきます。ママ、ママ、ウインナー、ウインナーね。はい、子供たちにはウインナーもたっぷりあります。はい、僕は10個。お、ケイ君 10個食べるの、ウインナー。はい、見てください、ファミリーマートでママがタダでもらってきた新しい蓋のやつですよ、これ。ビール。はい、いただきます。ファミリーマートでタダでもらえたんだ。ファミペイでね。おお、おお、気になる？泡が、ね、出るんだよ。泡が出るんだって。生ビール感覚。こうやって開けるんだ。いい。変わったのが出てるね、今ね。はい、じゃあママも開けてください。はい、ママは？ママはノンアルです。ノンアルコールです。あ、これ手が切れないようにここ丸くなってます。手が切れないように。これすごい。はい、見てください。どんどん泡立ってきました。すごいね。見えますか？見て。お、泡立ってきましたよ。だん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 。ほら泡見てください。缶を手で包むと泡が出やすくなりますって書いてあるね。え、どこ書いてある？ここ、めっちゃ泡出てる。はい、乾杯。はい、あります。乾杯。新学年頑張ってね。はい、ママ。はい、はい、乾杯。ゆきちゃん乾杯。ゆきちゃんとも乾杯です。はい、乾杯。ゆきちゃん乾杯。お、どんどん泡が出てきてます。すごいね、これ面白いね。飲んで、ゆきちゃん飲まないとこぼれちゃいそうだもんね。おいしい。生ビール飲んでるみたい。はい、マルチョです。マルチョあるって珍しいね。珍しいね。テンション上がります。うん、これ大丈夫？うん、オッケー、じゃあ食べよう。いただきます。大丈夫かな。どれからいきましょうか。レバーからいきましょうかね、私は。私じゃあ極上いっていいですか。はい、はい、見てください、レバーです。極上です。極上カルビを。すごい、厚さもすごい。おいしくない？美味しいよ、美味しいよ。ウインナーどんどん焼いた方がいいよ。僕も出る。美味しいウインナーじゃないですか、もう。美味しいウインナーです。もうウインナー終わり、これ。まだある。やった、やった。はい、これ、辛味ですね。おー、うまそう。あなたたちもお肉食べてね。もうそろそろ焼肉デビューしてもいいんだよ。豚肉を食べる？いらない？ウインナーだけ。嫌いなの？はい、若干生っぽいですが、レーバーいってみます。うまい。うまい。ベーグー。だって下まだ焼けない。ここは大好きなミノです。ミノ、ミノ美味しいですよね。見てください、綺麗。美味しいね。はい、りくちゃん美味しいですか。はい、ご飯が進むね。3個目。はい、ウインナー3個目。ウインナー3個目すごいじゃん。この豚バラも焼いておこうと思います。豚バラも美しい。いただきます。焼肉を食べると陣痛が来るというジンクスがあるんですよ。え、そうなの。あ、いいですね。はい、もうあとオロナミン C もですよ。あ、そうなんですか。うん、それあなただけじゃん。違うって。うちの子たちはいつもなんかそういうルーティンあったよね。動物園行った次の日生まれるとか。あ、うん、動物園ね。うん、からかね。さやちゃんの時も動物園に行ってるね、必ずね。行ったね。うん、今、顔の上はこういうことになっています。子供たちは結局肉を食べようとしません。見てください、マルチョ焼けたのでいただきます。プリプリしてる。うーん、そうです。うまいな。ちょっといいですか、映して。うわー、ママ奮発したね。お果肉ですよ。すごい。なんかウインナー飛び出したさっけ。飛び出したね。これは
具も一緒に飲んでます。そろそろいいかな。ママは横焼きで行かないといけないんですよ。せいちゃん、新学期が始まりましたけど、うん、仲のいいお友達と同じクラスになれましたか？なれました。はい、よかったですね。楽しいですか？楽しいです。いただきます。これ何ですか？ハラミ。ハラミですか？ハラミ美味しいです。おいしい。パパもハラミをいただきます。柔らかい。ピントが合いまくり。いいですね。タレをいっぱいつけまして、うまい。あなたたちも食べなさいよ、お肉。お肉でできてるから大丈夫だよ。マルチョンいただきます。プリプリだ。マルチョン美味しい。豚バラもいただきます。え、ごちそうさま。ウインナーめっちゃ焼いてるのに辛くない？まさに全部食う。ほんと？次レバーいただきます。レバー美味しい。せいちゃん、そのお洋服超可愛いじゃん。どうしたの？おばあちゃんからもらいました。ああ、よかったですね。ここに来てね。身の思い見ようと思います。身のもんださん、お元気ですか？おいしい。極上カルビです。油がすごい。おいしい。極上もいっちゃったの。パパも極上いっちゃうから。うまい。質問コーナー。あ、質問コーナーいいですよ、はい、最初。質問コーナー。パパの小さい頃は、はい、2年生で何組ですか？2年、1組です。2年1組？はい、2年1組でした。ママは？ママは1組とかなくて、ただの2年生でした。ママはね、一学年が12人、うん、12人とかだったからね。田舎だったのよ、12人しかいなかったから、一クラスしかない。人数が少なかった。極上カルビ行ってみようと思います。1枚300円オーバー。子供たちにも味わっていただきたかった。見てください、ママはこれを買いに行った後量が足りないと言ってましたから余裕これは足りますね、足りますね、はい、いっぱいですよ足りないって言ってたけど。ママは具合はどうですか？もうお腹がはっきれそうです。生まれそうですか？もうもう生まれてほしいぐらいはっきれそうですね、はい、この焼肉食べたらお腹の赤ちゃんもびっくりして出てくるかもね。私ウインナーしか食べてないお肉食べてごらんよ。もう豚とか多分絶対美味しいよ。さやちゃん大好きだよ。美味しいよ。食べてみる？豚肉好きでしょ。でもさやちゃんなんで食べないんでしょうかね。まあまあそのうち絶対食べるわな。うん、食べる。大好きになるかも。熱い。あ、それ何も言わずに置くの？4枚しかないその肉。さりげない。4枚のうちに2枚目です、ママ。黙っておきました。これ2枚目です。黙っておきました。さすがママです。はい。やべなな。マルチョいただきます。いいですよ、いいですよ、好きなだけ食べてください。ご飯がなくなってきました。お疲れしますか？極上カルビが焼けました。分厚い、分厚い、ステーキみたい。うん、柔らかい。置けます。うん、はい、さやちゃん、けいくん、お待たせしました。パパとママはお肉いっぱい食べました。今からはデザート、お菓子パーティーをしようと思います。何お菓子パーティー？何のお菓子かな？食べるか、食べるか。やったって言ってるベッドスタートって。何のお菓子がありますか？はい、おっとおっと、リアリアルのチダチーズ味です。今九州の味だって。九州醤油のカッパエビス。はい、じゃあいただきましょう。はい、あげてください。マンボー。マンボー。あ、僕もマンボー。どれ？うん、マンボー。チャマンボー、チャチャマンボー。これ、クジラ？シメ、シャメ。サメ？サメ、サメ。初のお年頃でした。ほんとだ。これはドラゴン？鶏ですか？鶏？ほら、星、星みたいですね。トデです、トデ、トデですね。はい、ママはもうすぐ赤ちゃんが生まれます。ここにシミがいっぱいついてます。赤ちゃんが生まれるのを楽しみに待ってる人は絶対にチャンネル登録してね。ください。チャンネル登録よろしくお願いします。